あの時の人よりて天造りまで伸びゆくは貴様のごとき宇宙の螺旋沈め、なでしこ。まったくどいつもこいつも勝手だか。あなたたちですね、永久ジャンパーの人たちを誘拐していた実行部隊は。そう、我々は火星の後継者の神、人にして人の道を外れた外道、全ては新たなる秩序のため。終了だ。よし、終わったのか。またお会いできて何よりです。 E2 は後ほどお届けします。
あの人たちには何度も助けてもらいました。今でも感謝しています。だからあの事件を起こした時は少し驚きました。でも全ての出来事にはその裏に多くの要因や事情があります。アキトさんの時もそうでした。だから私は今でも信じています。あの人たちもまた私にとって大切な人だから。